すくすく寸分はみんなで作る小さな子育て新聞だよ。子育てサークルの情報を PR して仲間を集めることができるんじゃ。楽しい子育てエピソードも投稿してね。歌やアニメになるんよ。それではすくすく寸分いってみよう。みんなの子育てサークル掲示板。ご飯の前にお菓子とか食べたらでけんっていつも言いよるとですけど、あ、はい、アミチュー、元ハウスハズバンドの DJ グーミーです。うっかりしとったです。大変失礼しました。さて、ここでは皆さんから集まった子育てサークル情報をお知らせするんです。情報をチェックしながらこっちの画面も一緒に楽しんでね。それでは早速ヤウィーゴータイ。お子様感あっちこっち。今日は畑省保健センターにある愛荘町子育て支援センターアイコにやってきたよ。愛荘町に住んでいる就学前のお子さんとその保護者さんが対象。月曜日から金曜日の朝10時から空いてます。第2、第4土曜日も空いてるよ。あっちょーあっちょー。好きな時間に好きなだけ来ていいんだって。11時30分からは毎日変わる親子遊びの時間。この日は体操と親子ふれあい遊びをしたよ。子育て中のお母さんに役立つ情報もいっぱいあるよ。身近にあるから嬉しいね。離乳食のレッスンにお誕生会などいろんなイベントもあるよ。お子様カーフー in 愛荘町子育て支援センターアイコー、行ってみよう。買ってくれるから大好き。テレビで大好きを宣言しよう。出てくれる子大募集。子育て支援ニュース。サカスサークル活動紙芝居のコーナー。
今回紹介するのはタカちゃんの子育てサークルパーパーさんからもらった写真やね。まずはじゃん、親子リズムダンスやって、リズムダンス1、2、3、4。次はみんなで落ち葉で工作みんなチューチューしまくり。最後はじゃん、みんな上手にできたね。うまずに、わしも秋の名物滝の国。子育てサークルの活動をどんどん紹介するから写真を送ってな。宛先はここよ。待ってるね。子育ての疑問質問代わりに聞きます。任しといてや。今週は特別ニュースをお届けします。実は安野おっさんが滋賀県のオレンジリボンキャンペーンのキャラクターになったって。それほんま？レポーターの安野おっさん。はい、ほんまやね。このポスター見て、キャンペーンボーイになってなったね。止めだって虐待、大人やったら誰かで子供守りたいもんな。だからわしもオレンジリボンしてるね。今どこにいるの？金の子保育園におるね。今日はな、滋賀県子ども青少年局からオレンジリボン好きなわしとポスターの贈呈式やね。県内の子育て支援センターとか保育園にな、オレンジリボンをつけたわしがおるから、見つけたら一緒に遊ぼうな。みんな遊びに来た。わし人気者。わー、おみくちゃん。でもみんな楽しそうやからええか。えらい人気やね。でもオレンジリボンキャンペーンはええことやわ。虐待かなと思ったら虐待ホットライン、一人で悩まないで心んダイヤルにお電話してね。イケてる育児パパ発見、イクメンウォッチ。今日のイクメンは翔英パパ。シガはイクメンパラダイス、見つけた見つけた翔英パパ。どんなにイクメンだったって惚れちゃダメよそのパパ。すくすく寸分いかがでしたか？番組ではサークル情報、子育て面白エピソードの投稿お待ちしています。次回もすくすく寸分お楽しみに。